絶賛眉毛が一番パンプ中のジンです。はい、ということでね、今日は、土曜日11日大会まで残り7日です。1週間前で、実質、3日前からカードアップ入るんで、あとトレーニングするのが土日月火カードです。で、今日は明日もうめちゃくちゃヘビーにトレーニングして、できるだけ追い込んで、で、月火で、月曜日と火曜日は全身、全部20セットぐらいかな、全身を2日連チャンでグリコーゲンで復活させるように回していって、追い込む感じです。まあラストの月火なので全身セット数がちょっと1種目あたり少なめに全身追い込む時は、まあ、ハイレップだったりとか、ネガティブ重視だったりとか、まあ、いろんなバリエーションでちょっと追い込んできます。で、明日までは、ね、普通に今通りもがっつりしてるのでやっていくんで、今日は背中あります。背中、まあ、最後にね、上げたコンディションの動画、みんながね、ちょっと心配してると思うんですけど、まあ、心配しないでください。はい、僕の、SNS 見てる人は割とね、まあいいよ、今回はもう見せないけど、いいよ。で、まあ今回何回かカーブアップ練習したりとか、ディプリートやったりとかっていうのを何回か、この減量ライン2回ぐらいやったんですけど、やっぱ僕の場合だとその極端に落差つけると、やっぱ結構むくむんですよ。むくんで失敗するパターンが結構あったんで、今回の、まあ、ディプリートとかそのカーブアップに関しては、まあ、山本先生のコーチと相談して、極端に落差つけないといけます。まあ、またカーブアップになったその知識的な部分とかは、まあ、少し、ね、カーブ入って入れると思うので、動画にしていきたいと思うんですけど、なので、この4日間も極端にめちゃくちゃディプリートって感じではないですけど、カーブの量はしっかり絞って、最後枯渇させていきます。で、全身のグリコーゲンをしっかり使うようなイメージでトレーニングやっています。はい、で、先週からハイインテンシティトレーニング取り入れてるんで、まあ、余裕があってできそうであれば、ハイインテンシティもしっかり取り入れて、最後体にねカッと刻んでいければなと思います。はい、この4日間ね、地獄のように投げるんだ地獄のように投げるんだ、これはやるか、
応やっときますよ。あ、そうしましょう。それで、でなんか、はい、駐車場に回って、shower quicker than the nigga cheating. Cops is flexing all the power from the shit up on the weekend.